A6M2N2 式水上戦闘機。水上戦闘機とは、水上機の一種で、戦闘機として用いられる、航空機を言う。水上戦闘機として、最初から設計されたものと、通常の航空機が水上機として、再設計されたものがある。陸上機と同等の機体にフロートを取り付けた、いわゆる水上機と、胴体そのものが、フロート形状をしている飛行艇に分かれる。 飛行艇の場合は特に戦闘飛行艇とも呼ばれる。海面や湖面という平らで広大な水面を利用して発着できる飛行艇は滑走路などの大規模な飛行場設備が必要ないため整備された飛行場の少なかった第一次世界大戦中はイタリアの L1、オーストリア・ハンガリーの CC などの戦闘飛行艇が活躍した。また当時のエンジンは信頼性が低いため洋上を 長距離飛行する場合、万が一の故障に際してもとりあえず着水しての対処が可能であることも利点であった。しかし時代が進み、飛行場が増えたことと技術の発達により、飛行スピードが上がってくると、離着水するためのフロートの重量と空気抵抗による性能劣化が著しく目立つようになってきたため、水上戦闘機は次第に衰退した。強風水上戦闘機、 第二次世界大戦時においては数少ない例として日本海軍の零式水上観測機が水上戦闘機として代用された。太平洋戦争中盤には零式艦上戦闘機を水上機化した A6M2N2 式水上戦闘機が本格的に運用され始めた。水上戦闘機には飛行艦板を持たない船舶でも運用できる利点があり。 日本軍の場合は占領した当初防衛のため飛行場建設までのつなぎのためにこの種の機体が必要であったのだが対するアメリカ軍は建設能力に優れていたため必要とせずそれ以外の国では多数の当初を占領するという戦争をそもそも経験していないため必要なかったただし実戦投入の機会はなかったもののアメリカ海軍では F4 回 ワイルドキャットを改造した水蒸気、海4海 3S ワイルドキャットフィッシュ。イギリスはスピットファイヤーを改造した LF マーク、いくつ部水蒸気をごく少数作成している。日本海軍も他に専用設計の水蒸戦闘機で、ある N1K1 強風を預かながら生産している。XF2Y-1 シーダーと1940年代末においては、黎明期のジェット戦闘機では、 当時の空母への離着感が困難であるという問題が生じた。その解決策の一つとして、アメリカでは、ジェット水上戦闘機 X y、X、UF2Y-1 シーダートが開発された。フロート形式ではなく水上スキー形式を用いているのが特色である。しかしながらその後の空母の発達のため、ジェット戦闘機の離着感の問題は解決され、実用化話されずに終わった。また、 イギリスでもジェット戦闘飛行艇 SRA-1 が試作されたが実用化はされなかった。ありがとうございます。